おはようございます。今回は白い枠のへこみ傷を直していきます。何ぶつけたんやろ、引っ越しんとくかな、まあいっか。ということで、では行ってみましょう。金丸夫婦株式会社。いやー、始まりましたね、インボイス制度。僕は一応入ってるんですが、皆さんはどうしてはりますか？もしよかったらコメント欄でご意見をお聞かせください。現場は結構缶コーヒーの文化があるので、仲良しの職人さんにコーヒー買っていこうとか買ってきてもらったりよくするんですけど、そういう時帳簿に3万円未満の自動販売機特例と、もう一つ自動販売機の住所とか書かないといけないみたいです。ややこしすぎて理解が追いつきません。なんとか食らいついていきましょう。こっからちゃんと解説していきます。今までは下地処理をずっとやってましたね。今はこれ接着剤を埋めていってます。こういう角を作るときヘラで撫でて作ってしまうと、結構何回も何回も打たなあかんようになるので、盛りっぱなしで固めて研磨していく方が成形が早いと自分では思っています。しっかり硬化しているか手で触って確認をしております。角を作りたいとき、当て木をして研磨するとピチーンと角が立ってくるので、角を作る際は必ず当て木をして研磨しています。結構接着剤を持ったので、しっかり研磨しておかないと面が出ないので、ちょこちょこ手で触って確認しながら研磨していきます。接着剤でできた巣穴を埋めるためにハードワックスを全体的に充填していきます。傷の周りのハードワックスをラッカーシンナーで拭き取っていきます。傷のところは拭き取らないように気をつけてください。研磨していきます。ハードワックスは削れやすいので手で軽く研磨していきます。研磨しきって白いパテが残っているところが巣穴が開いていたということになります。養生してバーインシーラーを拭いていきます。研磨跡を消す目的と、ボツボツのシートなのでボツボツ感を出すために拭いています。リペアカラーの EW2 を拭いていきます。拭いたら乾かす、拭いたら乾かすを繰り返して、ビシャビシャに拭かないように気をつけて拭いてます。縦枠なのですぐ垂れちゃうので気をつけて拭いています。養生がドライヤーの風で向こう側へ行ってしまってます。皆さんは粉掃除しなきゃいけなくなるので気をつけてください。ブルースリーさんはこう言ってます。失敗を恐れるな、失敗することではなく低い目標を掲げることが罪である。大きな挑戦では失敗さえも輝きとなる。考えるんじゃなく感じます、ブルースリーさん。ということで、いつの間にか完成。角もピチーンと出ていい感じですね。 Don't thinkできた人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。